よし、次。レベル3いってるけど防御力どうしようかな。上げとこう。今の声、どこかで聞いたことある。誰の声だ。Whose voice？ あ、楓か。楓さん。楓さん、わかるかい？俺だよ、夢丸さ。夢丸？ああ。本当に？見違えただろ。あれから10年以上も経ってるからな。これか、救ったやつか。それにしても楓さんは変わらないな。変わんねえよ私。今は前田慶次郎って名前さ。と言っても自由気ままな旅の身だけど。楓さんは何を？信長と玄馬のつながりを調べてるところよ。様之助も。様に生きてるのか？ええ、もちろんよ。今は玄馬と戦いながら柳生十兵衛という侍を探しているわ。誰だいそいつ。鬼の力を持つもう一人の男。へえ、面白そうだな。で、信長に喧嘩を売るのかい？信長が玄馬と手を組んでいるならそうなるわね。そうか。よし、俺も手伝うぜ。サマニーや楓さんのおかげで今がある。恩返しと言っちゃなんだが、一肌脱ぎたいんだ。けど無茶はダメよ。ありがてえ。よし、ダブルスター。引かねえなら切るぜ。ニューマルさん、じゃあレジパッドにはかな。カエルさん、カエルさんやばいです。いや、大変なんかしまった。よいしょ。いや、ついてきた。うやうやタグ戦タグマンリオビエア。あー、全部取られちゃった。電源がオフになっちゃいますよ。そういう感じ。はい、
だ、ハサミ。くっ、くら、ガードに不安があるな。ゆれ。よし。これしまっちまえ。あー。えぇ。あいつ、ここに来やがった。よっしゃー、勝負あり。死ぬ覚悟はなければ省けねえよ。よし、ああそうだそうだ、もう煙突から行ける。金なら切るぜ。上に行くなんで行かないんだ。なぜ上に行かない。よし上行った。よし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 。痛いよ。確かよし行けた。確かこうだね。よし、でもう一本。いいね。まあ何だったんだろう。パクリがいる、パクリ。あれが。いいね。いや、いいな。どうせ、どうせ。ボスか、ボスか、ボスか。まずボス、ボスをやっちまえたら。いや。どういったの、パク。よーし、しっかりやるぞ。おい、新しいアイテムが手に入ったから。ジャンプしてしまう。ここからどうしても、くらっ、ちょっともう動きやがって。なあ、どこ行ったんです。なんで、あ
ああ。